メリナ。どこからともなく現れては消える、謎多き少女。汗人でありながら、指巫女を持っていないプレイヤーに対し、条件付きの取引を持ちかけてくる。取引を行ってからは、滅多に姿を現さないため、本作のヒロインでありながら、影が薄いことに定評がある。そのため、何かとネタにされることが多く、一周回って、親しみのあるキャラクターとなっている。今回は、このメリナに関する小ネタをご紹介しよう。このメリナ、基本的に祝福でしか出現しないため、攻撃しようとしても、攻撃できない。このように、魔術、夜巫女の霧、を使用しても、ノーダメージ。何食わぬ顔で、霧にまみれている。無敵だ。と、思われていたが、実はこのメリナ、あることをすれば、ダメージを与えられる。使用するのは、先ほど使用した、魔術、夜巫女の霧、だ。この通り、持続ダメージを与えられる霧なのだが、敵だけでなく、自分や NPC にもダメージを与えられる。汗人諸君は言うだろう。さっきメリナにやったけどダメだったっぴ、トマトちゃん。と。まあ待て。デクタスの大昇降機。ここの祝福で休むと、メリナと話す、が選ぶことができ、女王マリカの言霊を聞くことができる。ここで一旦話を聞かず、保留にする。この状態で、夜巫女の霧を焚く。大体この辺だろうか。霧がメリナに当たる範囲で焚く。あ、やべ。高すぎた。再度挑戦。メリナにだけ当たる範囲に、霧を焚く。そして、祝福で休み。メリナの話を聞くと、メリナがダメージを受けている。これはヤバい。そう、このメリナ、マリカの言霊を話している時だけダメージを受ける。理由は不明。考察班がアップを始めました。どうやらマリカの言霊がつける祝福であれば、大体はダメージを与えられるようだ。汗人諸君は言うだろう。殺しきれないのかっぴ。と。なんてひどいことを。メリナさんがかわいそう。早く謝って。もちろん、殺しきれないか試してみた。が、夜巫女の霧の火力が足りず、殺しきれなかった。腕に自信のある汗人は、ぜひ殺しきってほしい。そして、コメント欄などで、その武勇伝を語るがいいだろう。メリナ殺しが流行ること間違いなし。ご視聴いただきありがとうございました。死んでも平然と生き返りそう。